ようこそのお運びでございまして、ありがたく御礼を申し上げます。相変わらずおなじみのところでご勘弁をいただきますが、昔からこの殿方の道楽と申しますと、三道楽と申しましてね、飲む打つ買う酒に女に博打ですね。まあ中でも酒というのはなかなかやめられませんですね。お飲みになる方は百薬の長だなんてなことを言いますがね、お飲みにならない方は命を削るカンナだなんてなことも言いますね。カンナだろうとノコギリだろうとね、構わず私なんざ飲んでますけれどもね、やまるもんじゃございませんね。あ、今日はね、ゆっくりしていきなさいよ。そうもしていられないんですよ。あと2、3軒回っておこうと思いましてな。いや、そんなこと言うもんじゃないよ。私はあなたの来るのを待ってたんですから、あなたと飲むのをね楽しみにしてるんですから、今すぐね、支度をさせますから。いやいや、本当にそうしちゃいられないんですよ。それに表に待たせてる者もおりますんでな。あ、なんだい、お連れさんがいらっしゃるのかい。あ、お連れさんがいらっしゃるんだったらな、その方も中へ入ってもらってね、一緒にやろうじゃないか。呼び込むようなもんではございませんでしてな、うちの奉公人でございますのでな。あ、お供さんか。あ、そうです、酒といえばですね、今表に待たせてる男なんですが、この男が酒が強いんですよ。お供さんが、この間も店中で無礼講で飲ませましたところ、大きなものでガブ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 やってたらしいんですがな、一向に酔った気配がないなんてことを店の者が申しておりましたがな。へえ、で飲むってどのぐらい飲むんだい。まあ確かなところは分かりませんが、店の者の話によりますと、あれで一時に5升は飲んでるようでございますな。5升それは何かの間違いだろう。いくらなんでも5升なんという酒は一時に飲めるもんじゃないよ。まあそうおっしゃいますがな、あの男ならありゃ飲みますな。お供さんが、へえ、そりゃなんだな、一度会ってみたいな。いや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 、田舎もんでございましてな、もう礼儀も何もわきまえておりませんのでな、また失礼があるといけませんで。いや、そんなことありゃしないよ。私は田舎の人好きだよ。素朴でいいもんだよ。田舎の人がね、生実家都会連れしてるなんてのは面白くないけどね、私は田舎の人好きだよ。おいおい、表にな、大宮さんのお供さんがいらっしゃるそうだからな、中へ入ってもらって。ああ、すぐでいいんだよ。だけどなんだね、あなたはお酒のお強い方だね。そこへまた酒の好きな奉公人が来るっていうのは、これまた面白いもんだね。あ、入ってきたよ。あの人かい。え、ああ、この男でございます。こっちおいで、こっちへ。本当に今表で待ってたれば、常駐さんが何でもいいから減ってこいってそう言うからね、それから俺は減ってきただがね、呼ばってあんか用か。なんだな、その突っ立ったまんまで。座りなさい。あちらにいらっしゃる方がな、ご当家の旦様だ。あ、ご挨拶をしなさい。え、なあ、はじめまして、うちの旦様からいつも聞いてるだよ、おめえらのことは。なんだそのおめえら、こういう男でございましてな。いや、面白いじゃないか。いや、今ね、お前さんの話をしてたとこなんだよ。ああ、名前は何てんだい。久蔵さん。ああ、そうか、久蔵さんは何だってな、酒が好きなんだってな、強いそうじゃないか。ええ、さっきかね、さきゃおら飲むだね。相当飲むってじゃないか。一時に5升も飲むって言うけど、本当かな。5升5升ってな、どういう5升で。いや、どういう5升ってお前、1升2升3升の5升だよ。あ、ハハハハ、だなぐれ飲みるもんかの。ほら、決まって飲んだことねえでな。